ジェッツ書いて ASM 関西ガースということで始まりました。お久しぶりです。古谷稲江でございます。最近は結構旅の動画が上がっておりますけども、本日は、近畿関連でございます。じゃじゃん、丸ということでね、剛さんが主演されてます、丸という映画を今回見に行ってきました。今回見に行ったのがね、たまたま19日だったんですけど、その19日の映画の終わりに、なんと舞台挨拶のライブビューイングも見れるということで、1回の映画の鑑賞チケット代で、なんか両方見れちゃったんで、すごいお得なタイミングで行けました。なので、まあその、この映画の感想とともに、その、まあライブビューイングでお話しされてたこととかやりとりも、まあ、あの記事にもいろいろ載ってますが、載ってないことも含めて、個人的な感想を言っていきたいと思います。まずこちらですね、この、監督、この荻上直子監督ですね。この荻上直子監督はですね、過去作品、私の好きな作品が、あのカモメ食堂、メガネ、バーバー吉野、トイレットとかがまあ、私が特に見てた作品なんですけれども、なんかゆっくりしてるんですよね。なんか時の流れがゆっくりだけど、いろいろまあちょっと日常的な風景からなんか事件が起こるけど、まあそんなに大きく解決もしないまま終わるみたいな、なんかそのほんわかしたストーリーが好きなんですけども、なんかそういうのが結構多いイメージにありまして。で、メガネとかの私すごい好き、ハマっちゃって。で、三輪車が出てくるんですけども、大人用の三輪車。それがね、ちょっとね、欲しくなって、当時、買ったこともがあります。でもね、その三輪車、ちょっと田舎とかでね、走る分にはいいんですけど、その時大学生だったので、ちょっとね、都内の方で買ってしまったもので、全然ね、道路脇の歩道がね、なんか後ろの二輪がね、で幅が広すぎて全然走れなくて、なんか最初の方しか使わずに、だんだんなんか空気もパンクしてって、ほぼ使わないまま終わった記憶がありますけど、でもまあそれぐらい本当に荻上直子監督の、映画は結構好きで見てたんですね。で、なんかそれと、もう私のもちろん大好きな剛君がコラボするということでね、すごく楽しみにしてた映画でございます。それで、まあ、ライブビューイングで見させていただいたので、なんかその時に話して、まあ、これは結構いろんな記事には載ってたんですけど、まあ、荻上監督が好きなシーンなんですかって聞かれた時に、まあ、結構自分のことをあんまり強く表に出さないタイプの沢田という人間が、まあ、剛君の役ですね、沢田という人間が初めて僕が沢田ですっていうシーンが、初めて自己主張するシーンがあるんですけど、まあ、そのシーンが結構ちょっとその沢田自体に変化が出た部分として表現したっていう話だったんですけど、まあそれに対してなんか剛さんが知り合いの方がね、見に来てたみたい、過去まだ上映される前に、なんか関係者のあれかな、なんか上映会かなんかで見てた時に、なんか僕が沢田ですっていうシーンが、なんか間がなんかすごい、私が変なおじさんですみたいな、なんか志村イズムが入ってたみたいなことをすごいいじられたらしくて、それでなんかまあ、改めて剛君を見返した時に、確かになんか私がみたいなテンションになってたみたいな話を、盛り上がってましたね。で、結構荻上監督の一番好きなシーンというか大切なシーンが
まさか志村イズムに持ってかれるとはという感じでしたけど、あとですね、あ、なんか私あの森崎ウィンさんっていう方が出てて、ミャンマー人の役で出てたんですけども、なんか、まあ、顔、あ、森崎ウィンっていう名前で、まあ、ハーフの方なんだろうなっていう知識しかないまま行ったんですけど、本当にミャンマーから10歳ぐらいの時に日本に来られた方だったらしくて、あ、じゃあ本当にそのまんまの素の、その森崎ウィンさんっていうミャンマー人っていうのを使った役だったんだなと思って、もちろんその舞台挨拶のライブビューイングで見た時はもうあの役以上に日本語が喋れる方でしたけども、なんかでもちょっとそういうところもなんか素材を使ってて面白いなと思いましたね。あとなんか荻上監督の作品によく出てるのはその茂田井雅子さんとか小林さとみさんとか片桐はいりさんなんですけども、今回もね小林さとみさんと片桐はいりさんが出ててすごい恋役をされてました。なんか茂田井雅子さんは今もしかしたら 女優活動を休止してるような記事を見たので、そういう意味で今回は出てなかったのかなとも思いますけども、あとなんかちょっと個人的にまあ私が印象的だったシーンっていうのが、なんか結構剛くんがまあちょっとこの丸を書いて有名になった後に個展を開くんですよね。その個展を開いた後にその昔同僚だった、まあ、吉岡里帆さんの役の吉岡里帆さんが演じてた矢島っていう役の人、矢島が格差社会反対っつってその剛さんの個展の会場をめちゃめちゃにするんですけど、でもそれに対して剛さんは別に怒ることもなくで、その多分その私の考察だと吉岡里帆さん自体はそのまた多分本人がこれを個展をやりたいと思ってやってるわけじゃないと推測して、でまあでもそれで売れちゃったからそれを押し出せって言われて開いた個展なんだろうなという多分見解のもと、そこもぐちゃぐちゃにして、それで剛さんと会ったらこうやって結局剛さんもちょっと笑うみたいなシーンがあるんですけど、まあだからそれにちょっと表現されてるのが、まあ剛さんもやっぱりその古典をやりましょうって言われてやったけど、まあ本来自分のまあ思うようなことが 100% でできてるかって言われたらそういうことでもない古典だったからこそ、やっぱりそういうお金思ってる人に全部左右されて本当の能力ある人がなんか潰されていくみたいな考えの動きだったので、なんかすごいですね。ちょっと湘南はヤンキーが多いのですごいですけども、まあそういうのが象徴されてて、まあいたかなと思って、ちょっとそこが私的には印象深いシーンでした。というかまあちょっとまあ少しハテナだけど、まあ見る人の見解によるという感じの捉え方ができるシーンかなと思いました。であとね、なんか剛さんがその映画の合間の多分間のシーンでの流す音楽とかBGM というかその差し音楽を多分やられた、それも担当させしてたりして、まあ、最後は街が流れるんですけども、そういうところの音楽のどういう音楽を指していくかっていうところもなんか結構監督とあれここはもうこの景色のその音が、例えばこう車の音とかこういう人の音とかがもう音楽になってるから、ここに後ろに流す音楽はいらないんじゃないかっていうところがあっても、まあ一応監督は一応ここには音楽が欲しいみたいなところで
そういうのでいくつか剛さんが初めて今回初めて挑戦したって言ってましたけども、その映画で使われるサウンドミュージックを作るということで、それもなんか初体験でいい経験をしましたっていうことなんで、もしその間々で使われている音楽も、これからまたもう一回見る人はそれとも注目していただけたらいいのかなと思います。あとまあ私最初になんかその、まあ、丸って映画になってなタイトルでいろんなこう剛さんが丸を描いていくシーンは予告でもいっぱい流れてたので、なんかまあ丸は描くんだろうなと思ったんですけど、まあそもそもその丸にこう演奏っていう意味合いがあることもまあ元々知らなくて、でまあそういう意味合いがあってこの丸がどんどん売れてったっていうのはあって、でも最初その丸に剛さんがその沢田が行き着くのって どういうことなんだろうっていうのが思ってたら、まあアリをねなんか首になってなんかただボーってしてた時にアリを閉じ込めようとして丸をいっぱい描いてた丸だったっていうところにたどり着いて、あ、まあ、これで丸が始まるんだみたいなところがちょっとなんか発想をこうしてよ予想してなかった丸の始まりだったので、まあそれは面白かったなと思いました。そうですね、この丸ですね、この丸いいですね。あとまあいろんなねグッズも売ってて、あとなんか入場特典でこのフィルムの一部を配っておりました。まあ私はちょっとパンフレットしか買わなかったんですけども、いろいろ他にもね X とかで見てると、まあ、辛辣なコメントも いろいろ見かけることはあるんですけども、まあなんか、うん、本当の映画好きだったら結構楽しめるタイプの映画じゃないかなと思います。まあ私は剛さん、まあ、目当てという、まあ、別のフィルターがかかって見てしまいましたけども、まあでも本当におすすめの映画となっております。皆さんよかったら見に行ってください、よかったらチャンネル登録、いいねなどよろしくお願いします。ありがとうございました。